ボールネットを追い出すでしょうか。サンガスタジアムバイ京セラ、両チームの選手たちが姿を現しました。2020明治安田生命 J2 リーグ第19節、京都サンガ FC 対 FC 琉球の一戦、前半の45分が始まりました。曽根田がフォローに行っていますが、中央で宇田が、ここは井田がかわしていった。さあ折り返せるか、ここは狙っていった。中にも選手はいましたが、今度は右に飯田も開いていますが、森脇が上がってきて、ここでクロスを入れる、逆サイド黒木、さあボールがフリーになって右足、振り抜いたが、カルバハルよくパンチングで防ぎました。いいでしたよね、この森脇がね、ゴール前に上げると見せといて、逆サイド、そしてワントラップした黒木が前向きに体の姿勢がありましたから、そのままシュートを打ったというシーンでしたよね。わずかにここはカルバハルのパンチングで森脇から縦、ここはなんとか上里がヘディングでカップに行ったんですが、これが流れて野田がどうするか、宇田に預けて宇田がトロスを、しかしそれを自ら押し込んでいきました。あ、しかしここはハンドのジャッジでしょうか、笛が鳴りました。このね、上里のクリアをしっかりと野田が前ボールでこの誰が流し込んでるんですけどもね、今日ね、はい、宇高のそのボールに対する当たりがあまりよく精度が良くないんですよね。そしてポストに当たった分、慌てて頭を出しに行きましたけども、左手で止めたというところでしょうか。なるほど、曽根田がフォローに行く。ここは中に切れ込んでいって、ワンツーで曽根田のシュート、ここをカルバハルよく防ぎました。コースが真ん中でしたから、カルバハルはしっかり集中して、森脇へつなぐ、飯田が開いて、さあ飯田対沼田の対戦、ここも飯田がスピードで抜けていく、中に入れる、そして野田のヘディングシュート、先制点は京都さんが。さあ改めてゴールシーンご覧いただきましょう。この1対1前半からありましたけど、ここも意地のぶつかり合いでしたけれども、飯田がかなり勝ち切りましたよね、はい、それとマークしている選手との、まあ、ミスマッチですけどもね、野田がしっかりと勝ち切ってよく叩きつけたと思いますね。ポストスレスレ狙いすましたヘディングシュート。さあ京都今シーズン初の3連勝、野田のゴールで1対0、見事にその1点を守りきり。